始まるよ。はい、ジャミナ君、7時40分なのでもう行きたいと思います。今日はね、サッカーだね。サッカー頑張ってね。今日はユニフォームも作ったので、新しいユニフォームを着て行きたいと思いますね。頑張ってきてね。じゃあ急いで行くよ。今日はすごい風が強くてすごく寒いです。ミナ君大丈夫かな。半袖でジャンパーも持ってきたから、ジャンパーも着ていいよ。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。寒いね。はい、ありがとう。じゃあママのもやって。はい、ありがとう。はい、ママはカフェでゆっくりしたいと思います。はい、もうこちらは秋から冬で寒いので、朝と夜が特に寒いので長袖を買ってきました。あとはスパイダーマンのジャンパーも買いました。みなくん、今日水曜日終わりました。今日サッカーだったね。うん。どうだった？ユニフォーム来なかったんだよね。どうだった？楽しかったよ。なんかすごい疲れてる。まあそうだよね、夕方5時だもんね。もう朝8時から遊んで夕方5時だもんね。疲れるよね。お腹空いてる？給食も何だった？給食、うん、ぼっとしてる。給食？給食なんだっけ、忘れちゃった。じゃあおやつは、おやつ、フルーツ。最初のおやつ、最初のおやつはね、うん、結んであるおやつ。ああ、結んであるクッキー。うんうんうん、クッキー、マフィンとかね。とあとクラッカーっていう、うん、お魚、さっき食べたよね、うん、さっきの おやつ、うんうん、がクラッカー。クラッカーいいじゃん、美味しいでしょ。うん、さっきも先生にもらってたね、大きいの。うん、ちーちゃんに。それがクラッカー。うん、お昼ご飯は忘れちゃった。ランチは、給食は覚えてる。お、何？今日はね、うん、サンドイッチ。あ、サンドイッチだ。と、あとパンケーキに蜂蜜をのっけてた。蜂蜜。お野菜も出た？あ、出なかったね。すごいじゃん。めっちゃ豪華。蜂蜜買ってほしい。豪華だね。ね。蜂蜜ね、パンケーキのね、うん、状態のね、全部に塗ってて。すごい美味しそう。よかったね。サッカーはできた？今日って木曜日？つい。明日でお友達最後だってね。うん、ねえ、いっぱい遊ぶんだよ。友達はね、ソニックが大好きだし。あ、そっかそっか、お友達ソニック大好きなんだね。サッカーどうだった？サッカー超楽しかったよ。楽しかった。うん、何したの？走ったりした？いっぱい。うん、でね、できた。今日はね、スタップって言ったらね、ストップするの。あ、面白い。そういう遊びしたんだ。よかったね。ストップしてる、そういう遊びね。面白い。で、ノーストップって言ったらね、うん、あ、じゃあノーストップじゃなくて、うん、でね、寝てたら、うん、こうやってバーンつけてバーンって。面白かったね。来週こそユニフォーム来るといいね。今日ユニフォーム来なかったから、うん、ね。あと習い事で、そう、そこのサッカー教室行こうと思う。水筒、ね、水筒。あ、水筒忘れてる？また。え、この中入れた？もう一回行く？みなくん、水筒忘れたって。忘れ物多すぎます、みなくん。みなくん、自分のことは自分でやろうね。ないでしょ？あー、忘れてる。忘れちゃった。あー、水筒忘れた。あ、忘れてないじゃん。水筒忘れてない。よかった、よかった。あ、そこに貼ってある。あー、もうよかった。水筒また忘れたらどうしようと思って。これ何ですか？めっちゃかっこいいけど、サッカー、サッカーボール。今日サッカー頑張ったからくれたの？金。ゴールド。そう、スパイダーマンにしようかなと思ったけど、うん、でもゴールド。ゴールド、いいじゃん。それ服に貼っとこうね。うん、ね。でも取れないよね。うん、で今からみなくん公園に行きたいってことなんで、ちょっと暗くなってきたけど公園に行こう。はい。